はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、わお、ということで、スクワットをする際に足首が硬い人はですね、スクワットができない人がね、います。例えばですね、スクワットをした時に足首硬い人はもうかかとが浮いてしまってですね、しゃがむにつれてもかかとが浮いてしまってバランスが取れなくなってしまう、そういった方はですね、普通の状態ではスクワットができませんので、今回紹介するスクワットの方法と、あとは足首をね、柔らかくするストレッチを紹介しますんで、ぜひ最後までご視聴ください。ではですね、まずスクワットの方からいきます。でですね、ここが壁と思ってもらってですね、壁に背中をつけてですね、足を少し前に出します。この状態でずーっと降りて立ち上がります。ちょっとこれね、動くんであれなんですけど、バランスボールがある方はですね、こういったバランスボールを使って背中を合わせてですね、このまま足を前に出して、このようにバランスを取りながらスクワットをしてください。ボールを腰に当てて足を前に出して、ボールに持たれてですね、ボールと一緒にしゃがんでいきます。この際にしっかりね、かかとが浮かないように足を前に出してですね、もう太ももと膝、これ90度になるようにスクワットをこのように行ってみてください。足首が硬い人でもですね、このようにしてもらえばかかとが浮かないようにスクワットができます。こういう感じです。今みたいにまずですね、スクワット、かかとが浮いてしまう人は壁を使ったりバランスボールを使って足の膝の角度を90度にして、つま先をまっすぐ向けてスクワットをゆっくりしてください。あとはですね、足首のストレッチなんですけども、こういうしゃがみ方というのが足首硬い人はできないので、まずですね、片方は足の甲です。で、片方は足を前に出して、このまま体を前に体重を移します。前から見るとですね、このまま前に体重を乗せて足首のストレッチです。で、慣れてくるとこの足をできるだけ手前に引き寄せて、膝を押さえながらしっかり引き寄せて、このように足首をストレッチしてください。で、これができてくるとですね、両足ともこのようにかかとをつけたままね、しっかりしゃがめます。そうするとですね、いろいろなスクワットができてきます。もうフルのスクワット、こういうそういうのもね、全然できてきますので、ぜひ今みたいにですね、かかとが浮いてしまうよっていう、足首硬いよって方は壁を使ってスクワットをしてみてください。そして足首のストレッチはですね、お風呂上がりとか運動後、温まっている時に、今のように片足は足の甲をつけて片足前に出して体重を前に移してですね、足首のストレッチを行ってみてください。足首が柔らかいだけでもですね、しっかりむくみにくい足になってきますんで、ぜひストレッチも怠らずに頑張ってみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。